皆さんこんにちは。ウィークリー姫路の時間です。今年も残り少なくなってきましたね。引き続き新型コロナウイルス、インフルエンザの感染対策をしっかりと行いましょう。それでは今週も街の話題からお送りします。はじめに11月25日、ハラールやベジタリアンなど食の多様性をテーマにフードダイバーシティセミナーがイーグレ姫路アイメッセホールで開催されました。このセミナーは姫路市とフードダイバーシティ株式会社が連携し、新型コロナウイルス感染症収束後のスタートダッシュに向けて播磨県域の飲食店、宿泊事業者を対象に実施しています。講師はハラールベジタリアン対応を指導しているフードダイバーシティ株式会社代表取締役守護明弘さんが務めました。世界にはハラールやベジタリアン、グルテンフリー、後者など文化や宗教、個人の主義、アレルギーなどを背景として多様な食に対する考え方が存在しています。昨今、外国からの観光客や留学や仕事で日本に在留する外国人の増加から、これらの食の多様性に配慮する機会が増えてきました。その国、その地域の食を相手を尊重しながら提供したり、または一つのテーブルを囲むことは相互理解を深める重要な機会です。セミナーでは実際に姫路市内でハラール、ベジタリアンなどの対応に取り組んでいる飲食店のオーナー矢野真由美さんを招き、事例を交えて紹介がありました。若い、本当に20代とかそれぐらいの若いカップルがビーガンなんですって言って、日本人の方たちが本当に何名か来られ、何度か来られて、でその方たちが姫路ビーガンっていうふうに検索をすると、うちが上がってきたんだって、私もちょっと気づいてなかったんですけど、で何が食べたかったんだって言ったら、その、肉とか それを食べたかった、例えばホルモンのこのビーガンのこれを食べたかった、これビーガンのハンバーグが食べたかった、ビーガンの麻婆豆腐が食べたかった、それを目的にわざわざ姫路に来てここっていうふうに選んできてくださったようです。今回のセミナーでは食の多様性について学ぶとともに、中でも近年注目を集めているハラール、ベジタリアンの方々へのおもてなしの方法について深く学びました。次に姫路市本塩町で現在行われている発掘調査の成果について、姫路市埋蔵文化財センターより発表がありました。現在姫路市埋蔵文化財センターでは、世界遺産姫路城の中曲輪と外曲輪の発掘調査を行っています。明治時代以降に姫路の市街化により、姫路城中曲輪と外曲輪を区画していた中堀の一部が埋め立てられました。現在その埋め立てられた堀の上に国道2号線が位置しています。今回姫路城中曲輪と外曲輪を区画する中堀とその南面石垣の一部を発見しました。こちらが今回発見されました中堀とそれに伴う南面の石垣です。今回見つかった石垣は東西延長 16.4 メートル分で、高さは2段から3段分を調査しました。石垣はさらに地下に続きますが、全体の高さは不明です。石垣の積み方などから江戸時代以降に何度か積み直しを行っている可能性があります。また中堀以南の外曲輪に広がる町屋の遺構も発見されました。
らが今回発見された町屋の遺構です。各屋敷の敷地境を示す石列から見て、少なくとも4軒分の屋敷地があったものと考えられます。中堀石垣とその背面の町屋遺構を同時に発見した調査事例は、姫路城城下町跡では今回が初めてです。中堀は明治時代以降に何度も埋め立てが行われています。今回の発見は明治時代以降の姫路の町並みの近代化、発展のために長い眠りから私たちの前に姿を現した貴重な成果です。12月2日から27日までの間、埋蔵文化財センター1階ロビーにて今回ご紹介いたしました中堀石垣の調査成果について展示を行っております。また同時に令和2年に発掘されました主な調査成果についても展示を行っております。ぜひ埋蔵文化財センターまでお越しください。続いては広報推進員のコーナーです。皆さんこんにちは、広報推進員の市井由香です。平成27年4月に新しく生まれ変わった姫路駅北にぎわい交流広場は市民の憩いの場として親しまれています。姫路城の外堀を思い起こさせるここキャッスルガーデンでは現在ガーデンクリスマス2020を開催中です。今年は一体どんなイベントなんでしょうか。産業振興課の宮崎さんにお話を伺います。宮崎さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。宮崎さん、いよいよクリスマスの季節がやってきましたね。はい。今年のガーデンクリスマス2020はどんなイベントになっているんでしょうか。はい、今回は光のレインボークリスマスを意識し、光、音、映像を駆使したクリスマスらしい空間演出を行っています。最新の映像照明を使ったプロジェクションマッピングをキャッスルガーデンの壁や床面に映すことで、まるで一面の銀世界に足を踏み入れたような幻想的なクリスマスの世界を感じていただけます。あのにぎわい交流広場がプロジェクションマッピングの光や映像に包まれている瞬間を想像するだけでなんだかテンションが上がってきます。市井さん、そして何といっても今回はキャッスルガーデンの中心に約8メートルの特大クリスマスツリーが登場するんです。8メートルですか。そんなに高いクリスマスツリーが見られるんですね。すごく楽しみです。この特大クリスマスツリーはカラフルに光るピクセルマッピングを取り入れたデジタルクリスマスツリーなんですが、床や壁に映るプロジェクションマッピングと合わせて楽しんでいただけると思います。 SNS 映えすること間違いなしですよ。そもそもこのクリスマスイベントは平成29年から始まっているんですよね。はい、もともと姫路駅北にぎわい交流広場はくつろぎとにぎわいの空間を作り、広場の活用を通じて街中の活性化につながるようさまざまなイベントを行っています。昨年のガーデンクリスマス2019では人の動きに反応して映像が変化する体験型イルミネーションやプロジェクションマッピングを実施しました。このガーデンクリスマスが姫路駅前の冬の風物詩として定着することを目的にイベントを開催しています。市井さん、実際に足を運んでクリスマスの世界を感じてきてください。はい、ぜひ行ってきます。うわー、綺麗。皆さん見てください。こちら8メートルの特大クリスマスツリーです。クリスマスをイメージした映像と光と音のコラボレーション、本当に素敵です。ツリーの色が変わりましたよ。
ほら見てください、サンタさんが出てきました。まるで夢の世界に飛び込んだかのようです。この後もいろんな色に染まるキャッスルガーデンに夢中になり、クリスマスファンタジーの世界を堪能しました。ここで同時開催姫路スマイルクリスマスのお知らせです。姫路駅前のキャッスルガーデン、ピオレ姫路、フェスタの3つの施設に設置された文字オブジェを撮影し、インスタグラムに投稿すると抽選で素敵なプレゼントが当たります。応募方法は3枚すべての写真をインスタグラムにハッシュタグ姫路スマイルクリスマスをつけて投稿するだけ。3つの文字オブジェをつなげておしゃれな投稿をしてみませんか。プレゼントはご覧の通りです。また現在新型コロナウイルス感染症が拡大しています。写真を撮る際はマスクを着用し、人との間隔を空けて、できるだけ密にならないように気をつけましょう。ガーデンクリスマス2020は12月25日金曜日まで開催しています。学校やお仕事、買い物帰りなどにぜひお立ち寄りください。クリスマスを彩る姫路のイルミネーションをお楽しみください。姫路市危機管理室からのお知らせです。ただいま、きらめく姫路交通安全浄化町をキャッチフレーズに、年末の交通事故防止運動を実施しています。この時期は日没も早く、夕暮れ時や夜間に交通事故が多発します。歩行者や自転車利用者は夜光反射用品などの着用、明るい色の服で外出するなど、自動車運転者から見えやすくなるよう心がけましょう。自動車運転者は早めにライトを点灯して、歩行者や自転車利用者に自動車の存在を知らせましょう。飲酒運転などの悪質・危険な運転による悲惨な交通事故をなくすため、飲酒運転・三内運動を必ず守りましょう。皆さん、交通ルールを守り、交通事故に遭わないように気をつけましょう。詳しくは姫路市危機管理室、電話番号 079-221-2090 までお問い合わせください。最後にハッピー姫路っ子をご覧いただきながらお別れしましょう。さようなら。